まだ私が神様を信じなかった頃、9月のとある木曜日に雨が降りまして、こんな日に素敵な彼が現れないかと思ったところへ、あなたが雨宿り。すいませんねと笑うあなたの笑顔、とても凛々しくて、前歯から右に4本目に虫歯がありまして、仕方がないので買ったばかりのスヌーピーのハンカチ貸してあげたけど、傘の方が良かったかしら。でも爽やかさがとても素敵だったので、そこは苦しい時だけの神頼み。もしも、もしもできることでしたれば、あの人にもう一度会わせてちょうだいませませ。ところが実に偶然というのは恐ろしいもので、今年の初詣に私の晴れ着の裾踏んづけて、あこりゃまたすいませんねと笑う口元から虫歯がキラリン、夢かと思ってほっぺつねったら痛かった。馬鹿あげた話は今まで聞いたことがないと、ママも兄貴も死ぬほどに笑い転げる奴らでして、それでも私が突然口紅などつけたものだから、お前大丈夫かとおでこに手を当てた。本当なら連れてきてみろというリクエストにお応えして、5月のとある水曜日に彼を呼びまして、自信たっぷりに紹介したらば、彼の靴下に穴がぽかり、慌てて押さえたけどしっかり見られた。でも爽やかさがとても素敵だわと受けたので、彼が気を良くして急に、もしも、もしもできることでしたれば、この人をお嫁さんにちょうだいませませ。その後私気を失ってたからよくわからないけど、目が覚めたらそういう話がすっかり出来上がっていて、おめでとうって言われてもう一度気を失って、気がついたらあなたの腕に雨宿り。